猿が三匹。一つはカラカ。あの子たちはただ私を守ろうとしてくれただけ。なれどそれはかなわぬようです。目を閉じてください。奥の院にてお会いいたしましょう。何故参られたのですか。不思議りを求めに。抜けぬ刀とご存知か。ああ。抜けぬとは抜いて帰った者がおらぬということ。それでも試されるのですか。抜こう。そうですか。わかりました。覚悟が終わりならば改められよ。
右目、竜陰の呪いを受けているのですね。不思議り、確かにもらい受けた。あなたは竜陰の巫女に仕えるお方なのですね。ああ。何故不思議りを求めるのですか。戦況に竜の涙を手に入れ、不死立ちを果たすために。なるほど、読んだことがあります。竜陰を断つ術があると。うん。つまり巫女は留院を厭われておいでなのですね。そうだ。巡り合わせとは異なものですね。私は落ちの巫女たちの一人、死なずの愚道者たちが作り上げた偽りの留院を持つものです。巫女たちとは。まともに育ったのは私だけ。他の皆はここに眠っています。そうか。不死を断つことが正しいのかは分かりません。なれど竜陰が人の生き方を歪める、それを憎むのは私も同じ。巫女の忍びよ、私もあなたの一助となりましょう。お手を。なんだ。北条を。これは米か。はい、お米は大事と存じます。噛めば噛むほど甘くなり、元気も出ましょう。いやいや、そんなことはないですよ。あの人は目つきは確かにいいとは言えねえです。だけどもとてもいいお人です。おい。ん？おお、あんたか。よく来てくれたな。ほーら、みんな忍びさんも来てくれましたよ。ああ、巫女様たち、ちゃんと挨拶しなきゃ。ん？ああ、そうか。忍びさんには見えないか。落ちの巫女たちか。そうさ。見えないけれども、いるんだよ。みんな、かわいい子たちじゃ。さて、あんたには、礼を言わなきゃなんねえな。こいつを受け取ってくんろ。本当に本当にありがとうな。